高橋慶は、北海道帯広市出身の日本の翻訳家。早稲田大学第一文学部卒業。主としてフランス語、英語の翻訳を行う。パスカル・キニャールの役者として知られる。北海道帯広博洋高等学校を卒業後、1972年に早稲田大学第一文学部に入学し、仏文を専攻する。1978年に卒業後、 教科書出版社に入社するも2年後に退社。1982年から1984年にかけてアルジェリアに渡り現場通訳の仕事をこなす。帰国後に翻訳会社で一時的に勤務した後、30代半ばで独立。当初は産業翻訳を手掛けていたが、1988年の FDG 社長学入門をきっかけに、 本の翻訳を行うようになる。その後高橋は、パスカル・キニャールの、巡り合う朝の原著に出会い、パリへ飛び、キニャールに面会。以降文学の翻訳が増えるようになる。キニャールの他には、フィリップ・クローデル、ニコラ・ブービエラノの翻訳も手掛けており、2009年10月には、初監督作品、ずっとあなたを愛してるの日本公開に際して、 来日したクローデルと東京日仏学院で対談を行っている。2009年3月からは東京から帯広に今日移し、翻訳業を続ける傍ら帯広大屋短期大学でフランス語講師の仕事も行っている。翻訳を担当したローラン・ビネ、HHHH HH プラハ、1942年が2014年本や対象翻訳小説部門で第1位。 ABC 都課地毎日新聞翻訳家の高橋 K さん企業し一年活動順調二1 0年九月二十四日閲覧 ABC 高橋 K 公式サイトアバウト目二0 1 0年九月二十四日閲覧アウトサイドイン東京対談フィリップクローデル高橋2二1 0年九月二十四日閲覧高橋 K 公式ブログブログ解説のご挨拶 2010年9月24日閲覧。ありがとうございます。